口を出て奥田経理口の交差点を曲がってビューンと坂を下っていく。大橋を渡って、ああ今日も釣り人結構いるな、中本天ぷらもにぎわってるなって横目で見ながら、左へ曲がってまるでプールみたいなビーチの横に車を止めて、桟橋から海に飛び込む子供たちの写真を撮ったり、昼時だったらマイムでご飯を食べたりするけど、海を見ながら食べるご飯は最高なんだよ。木陰で涼しくて、一番海に近いテーブルが僕お気に入りの席さ。マイムを出て海産物食堂を過ぎて、季節によってはイカが洗濯物みたいに干されてたり、遊園地の乗り物みたいにビュンビュン回ってるのを見ながら、そのまままっすぐ行くと猫がたくさんいて子供たちが遊んでたり、遠征が釣りをしてたりして、今日は釣れてるかいって覗いてみる。ひとしきり話をして、じゃあまたねって車に乗って、ぐるーっと大島を一周して、今日は海がキラキラだなとか、波が高いなとか、いろいろ見ながら、大城天ぷら店もいつものようににぎわってて、また大橋を渡ったらすぐに右に曲がってサトウキビ畑の道をぐーんと進んでいく。3メートルとか4メートルになったサトウキビを見て、浜茶では朝浩二君が掃除してたり、昼はタケポンが注文を取ってたりするのを見て、隣のうちは今日も留守だなって思ったりする。ビーバルビーチの見える駐車場は朝なんか最高の眺めで、最高の写真が撮れて、カラウカハの前で歌を歌って、ちょっと進んだら右に曲がって、冬でもいろんな花が咲いてて、またそれを写真に撮ったりして、左へ曲がっていくと、そこが宇金中愛中。金樹ハインジで子供たちが植えた稲の成長を見て、突き当たりまで行って浜川宇滝にご挨拶したり、八原塚さに降りて行って、こんな素敵なところに住める喜びと感謝の気持ちを伝えて、友達とばったり会ったり、犬の散歩をしてる人と話したりする。八原塚さを出たら、また御金樹ハインジの横を通って坂を登って、時には柿の花ヒージャーに行ったりもするけど、大抵は道を西に向かって家に帰る。途中の高台で車を止めて、また大島を眺めたり自分の家を眺めたりもするけど、また車をビューンと走らせて、そして家に着くと、こんな歌が浮かぶわけさ。玉薄くぐるぐる、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 僕の毎日、これが僕の生活、玉薄くぐるぐる、
薄くぐるぐる